合コン？なあ頼むよ三之助、急遽人数が足りなくなってさ。そんなこと言われても俺彼女いるし。今4対3なんだよ。なあわかるだろこのヤバさ。確かに左辺の美しさに対して右辺の不安定さは気になるけれど、数学的にじゃなくて、なあ俺の幹事としてのメンツを保つために。あ、わかった。来てくれるの？君が欠席すれば4対2、幾何学的な気持ち悪さは解消できるよ。いや気にしてるのそこじゃないのよ。結局断れずに来ちゃったけど、こんなことレイコちゃんにバレたら広辞苑の角でぶん殴られるな。どうか絶対に見つかりませんように。お、来た来た、こっちです。お待たせしました。いや一瞬で見つかった。こめかみに広辞苑の角を突き刺せるこの位置で。三之助くん。おお、レイコちゃん奇遇だね。え、なんでここに？いやそれは幾何学的な理由というか、なんというか何をそんなに焦っているの？ん？いや別に。あれ全然怒ってない。そうか、意外とこういう友達付き合いに理解のある人だったのか。急に友達に誘われちゃってさ、まあせっかくだから来てみたみたいな。なるほど、地獄に落ちればいいね。でしょ、地獄に落ちればいいねいいね。ん？なんか言ってる？地獄に落ちればいいねいいね。いややっぱめちゃくちゃ怒られてた。前に来る就職後によって意味が異なるという文学的トリックを用いてめちゃくちゃディスられてた。地獄に落ちろ。違うんだよレイコちゃん、これには訳があって。はい、ということで自己紹介タイムです。イエーイ。じゃあまず俺から、神田二郎です。略して漢字って呼んでください。漢字。ちなみに彼女は？いません。イエーイ。テンション高いなこの合コン。こことの温度差でペルチェ素子発電ができそうだよ。私ははるかです。ちなみに彼氏は？あ、先週別れたばっかりです。イエーイ。この流れで彼女いるとか空気をぶち壊しちゃうから言えないな。でもその張本人も隣にいるし絶対絶命。次、三之助。あー、はい、榊原三之助です、よろしく。そして彼女は？彼女は一か八かだ。今はゼロの会場。ゼロの会場です。ゼロの会場っていくつだ？さあ、ゼロは何かけてもゼロでしょ。耐えた。今日の参加メンバーは文系だから、幸いなことに会が1であることに気づいてないし、ギリギリ空気は壊してない。はあ、彼女持ちで参加するとこんなにも気を使うのか。じゃあ次の人は？女の子がいいな。ん？待てよ、さっきから俺ばっか悪いみたいな感じになってるけど、そもそもレイコちゃんがこの合コンに参加しているのもおかしいよな。彼氏持ちのくせにそしらぬ顔して問い詰めてやらないと。ちょっとレイコちゃん、どうしたの？さっきから無言の圧をかけてくるけど冷静におかしいよね。おかしい？そうだよ。心が惹かれるという意味？いや古典文学意図おかしの意味じゃなくて、変だよってこと。なんで？だって俺という彼氏がいるのに合コンに参加するなんて。じゃあレイコ。はーい、私の名前はレイコです。今日は意中の人を見つけに来ました。意中の人？つまりは浮ついた気持ちで来たってことか。むむむむ。お、いいねいいね。ってことは彼氏は隣にいます。いや怖え。浮つくどころか漬物石くらい浮かぶ余地なかった。え、どういうこと？意中の人を見つけに来たんじゃ。はい、そうですよ、意中の人を見つけにね。やっぱ怖え。見つけるは監視すると書いて見つけるだぞという文学的な意図をひしひしと感じる。彼氏持ちかよ、残念だな。仕方ないのよ、レイコは代打で来てくれただけ。代打？もともと来る予定だった子が急遽ダメになっちゃったの。原因は不明なんだけどね、何者かに後ろから鈍器で殴られて病院に運ばれちゃったって。鈍器で殴られて、なんか嫌な予感してきたんだけど、これ犯人が近くにいるパターンじゃない？傷跡もすごい変わってて、よく見ると岩波出版って書かれてたの。それドンキ広辞苑じゃん。こんな一瞬で犯人わかることある？忙しい現代人のためのコナー。それは恐ろしい事件だな。だから私たちも気をつけないとね。大丈夫よ、犯人の次のターゲットはきっともう決まってるね。千之助くん。俺だー。ダメだ、この人地獄に落とすどころか自分もろとも地獄に落ちる覚悟でこの場に参加してる。罪など怖くはないぞ。ノーノー。レイコちゃん落ち着いて。つまり俺が合コンに参加することをどこからか聞きつけて、それを監視するためにこの会に参加したってことだよね。やだ、そんな抽象的に言わないでよ。え？
向かいの校舎の窓からずっと聞いてたから。いや地獄耳だ。さすがは地獄からの使者。サム三之助くん帰るわよ。ね、ほらほら。やめて。どこ行くんだよ。この男を地の果てまで連れて帰るわ。いや史上最も望まないお持ち帰り成功。レイコちゃん勘弁して。レイコちゃん違うんだよこれは。何が違うのよ。その幹事にさどうしてもって頼まれて。ウキウキワクワクで合コンに参加したんだ。いやウキウキじゃなくて、いやいやワクワクじゃなくて渋々。ふーん、ごめんね、友達の頼みだから断れなくて、レイコちゃんにバレなきゃいいかなと思ってこっそり参加しちゃったんだ。そういう事情ならちゃんと言ってくれればいいのに、隠し事される方が嫌だ。そうだよね、ちゃんと言えばレイコちゃんも分かってくれたよね。もちろんよ、心置きなく楽しんでおいてって言うのに。レイコちゃん、米印盗聴器と小型カメラ持参に限る。とんでもない条件付きだった。全然心置きなく楽しめる気がしない。だって不安なんだもん。まあ不安にさせたのは本当に申し訳ない。これからはないように厳重注意します。よろしい、今回のことは水に流そう。ごめんね、でもよかった、こうやって仲直りできて。最初から隠し事なんかせず素直に話しておけばよかった。確かに、それで言うと私も素直に話したら許されるかな。え、なんかやましいことでもあるの。いや今日の昼さ、友達を背後から隠し通した方がいいこともあるよ。